明けましておめでとうございます。岡田克也です。去年1年間振り返って皆様にとってどういう年だったでしょうか。まあ、私にとりましては20年間ひたすら訴えてきた政権交代が実現し、また私自身も外務大臣に就任して、まあ、大変、大きな出来事が起きた、まさしく山が動いた1年だったと思います。そして、今年は鳩山政権、もスタートして100日以上経ちました。しっかりと実績を上げていかなければならない、まあ、そういうふうに感じております。まあ、外務大臣としてのやるべきことは目の前に山積をしています。傷ついた日米同盟、これをしっかりと立て直すこと、そして、アフガニスタンをはじめとするさまざまな問題を抱えた国々に対して、日本が率先してそれに関与し支援していくことも大事なことです。その中にはアフリカやアジアの国々も含まれます。そして、中国、韓国、あるいは ASEAN といったアジアの国々との関係をさらに深めていかなければなりません。状況によっては大きな課題になりそうなのが北朝鮮の問題、そして、日露条約交渉です。まあ、そういったさまざまな課題を抱える外交ですが、現場主義、そして分かりやすい外交、まあ、そのことをモットーに、まあ、しっかりと頑張っていきたいというふうに思います。まあ、私のキャッチフレーズは直球勝負、直球健在ということですけれども、まあ、しっかりと直球で要所要所は勝負していきたい。ただ直球ばかり全力で投げ続けますと肩を壊してしまいますから、力を抜くところと入れるところ、そのメリハリもしっかりつけながら頑張っていきたいというふうに思います。1月にこれから国会も始まります。しっかりと総理を支えて鳩山内閣一丸となって素晴らしい日本を作っていくために頑張りたいと思います。皆様にとりましても今年1年より良き年でありますことを記念して、私のご挨拶に変えさせていただきます。